วัสดีครับ HIS Thailand ジャーナルです。本日はバンコクの2022年2月の街レポートをお届けいたします。2022年2月の新型コロナの新規感染者は1日約1万6000人です。数が先月の約2倍になっております。このまま続けたら去年の8月のように1日の新規感染者が2万人以上になるでしょう。そのためコロナ対策として店内飲酒は禁止される可能性があります。政府からの正式発表待ちとなります。ちなみに2月14日はバレンタインデーですね。皆さん、タイのバレンタインデーはどんな感じがしていますか？日本のバレンタインデーといえば、女性が好きな男性にチョコレートを贈りますね。しかし、タイは逆です。タイではだいたい男性の方が女性に贈ります。日本みたいにチョコレートを渡すこともありますが、一番人気なプレゼントはバラです。バレンタインデーの時期にバラの値段が普段より何倍も高くなります。他に置くプレゼントにするものは、クマのぬいぐるみや香水やアクセサリーです。プレゼント交換するカップルもいます。ショップやレストランはバレンタインプロモーションを行っています。ところが、タイではホワイトデーはありません。3月14日まで待たなくてもいいです。お返しの方法は人それぞれ違います。一緒に食事に行ったり、プレゼントを開けたりします。それから2月16日はタイの仏教の日、マカブシャー、あるいは万物節です。マカブシャーとは、ブッダが入滅する3ヶ月前の陰暦、3月の満月の日にウェルワン寺院で説教をしていた時、悟りを得た1250人の弟子が何の事前の知らせもなく集まった奇跡を記念した日です。この日、タイ人はお寺にお参りに行ったり、夜にウィエンティエンをしたりします。ウィエンティエンとは、線香、ろうそく、そしてお花を持って、お寺の本堂を右回りに3周回ることです。普段はすべてのお寺でウィエンティエンが行われますが、コロナの影響で行わないお寺があります。ウィエンティエンをしたいけど、人が多いところにいたくない人は、オンラインでウィエンティエンすることも可能です。ウィエンティエンは3回します。マカブシャー、ウィサカブシャー、アサラハブシャー。機会があればぜひ、ウィエンティエンを体験してみてください。気をつけてほしいのは、タイでは仏教の日は、アルコール販売禁止なので、ご注意ください。今回の街レポートはいかがでしょうか？この動画がいいなと思う方は、グッドボタン、チャンネル登録、それからコメントをお待ちしております。バンコクの方からお届けしました。またお会いしましょう。カップンクラブ。